こんにちは、ひまひまです。今回ですね、ママと平日なんですけど、今日塾がない日で、木曜日なんですからね、ショッピングモールに来たということで、今日は節電用の服とか冬服を買っていきたいと思います。ここには、H&M とピンクラテと、じゃない H&M とレピビとジェニーがあるので、そこを見ていきたいと思います。ちょっとまずは H&M から見ていきます。バイバイ。ふわっとしてる感じ。見て見て見て、うん、見て。好きだよねそれ。そう。なんか可愛いけどこれ。そこでこのユニコーン。うん、可愛い。可愛い。ね、こういうのはどう？お、可愛い。知らせ合わせてみて。あん、可愛いじゃん。しかもいくら？590。安くね、うん、あ、かわいい。うん、かわいい。待って、これさ、フード付きだ。いいじゃん。かわいい。うん、重い。これとかかわいくない？普通にシンプルで。うん、かわいいと思うよ、すごく。これちょっとダボっとしてる感じ。うんうんうん。下にラインパンツとか。あ、なんかね、エイシャナリムにね、ラインパンツ。見てみようか。とりあえず見てきました。あのね、ちょっとね、なんていうのかな、すっごいいいものいっぱいあったんだけど、ちょっとね、ジェニーとかレビューを見てからちょっと決めたいと思うので、一回ご飯を食べに行ってきます。はい、ひまちゃんの好きな牛タンです。イエイ、牛タンです。やっぱり牛タンだよね。どれにしようかな。ほんと好きだよね。もうね、無理に食べるよ。待って、先週だったっけ。あ、今やっぱ決めた。もう決めたの？これひまちゃんの、はい、じゃーん、牛タンです。ひまちゃんの、あ、牛タン。パパちゃん、ごめんなさい。ママのはもうちょっとこうシンプルな方の牛タンです。食べてまた探しに行こうね。せーの、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。で、ちょっとね、H&M でお目当てのものがあんま見つからなかったので、揺れる。待って、はいよ、ジェニーとレビューに行きたいと思います。いらっしゃい。あ、そこ行くよ。はい、レピピさん。ゼンビグ。ゼンビグ。ゼンビグ、かわいいです。じゃあ、レビュー行きます。はい。あ、スカート。これより、こっちのがかわいい。かわいいんだけど。かわいいね。こういう、うん、でもそういうのもいいよね。あ、見て、これかわいいんだけど。かわいい。これもかわいいと思った。うん、マネキンが。かわいいね、やばい。あ、いいかも。かわいい。求めてきたのは、じゃーん、買ってきました。結構、なんていう、もう目当てのものがたくさんあって、今回、で、次はあっちの、ジェニー、あっち、右の方、うん、ジェニーに行きたいと思います。なんかね、
はあんまなかったんですけど、ほら、これ？うん。あ、こっちは。みんなこう同じような似たようなのがいっぱい、可愛いのがありますね。ジーパンが欲しいのに、この辺とかこれも欲しいの、うん、うん、かわいいね。マスカラ、やってみて、イエイ。今日はお買い物してきました。今からピクニックさんで、今度動画のネタでやる福袋を買いに行きたいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、というわけで今日は今度動画で使うレプお洋服を買ってきました。で結構ジーパンが足細くないので似合わなかったので。今回ね、あれ買ったんです。長い靴下を買いましたね。で、あと帽子と、なんだっけ、帽子と、うん、あと中にジャンバーとか、トレーナーとか、H&M もすごい可愛いのいっぱいあるので、ぜひ皆さん見てみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram とサブチャンネルのひまやら TV もよろしくお願いします。バイバイ、またみーよし、じゃあ行くよ。あそこだね。